都市職員のカズです。今日はですね、絶対に守れ面接で不合格にならない鉄則について解説します。面接落ちちゃったっていう方、いろいろとやっぱり要因を解説している中で、また今回はこれまでの動画とは別の視点でですね、なぜ不合格になってしまったのかっていう要因を探った上で、絶対にあなたが同じような過ちを犯さないように、大事なことを今日は3つ教えたいと思います。で、今日教えること3つなんですけど、まず1つ目、質問の意図を履き違えた回答をしないように練習する方法。そして2つ目が、原稿を丸覚え NG、 最適な回答の覚え方について解説します。で、3つ目が、実体験は必須。実体験が伴ってないと、特に人気の自治体の合格は勝ち残れないよっていうことを教えます。で、まずは1点目いきましょう。この1点目、質問の意図を履き違えた回答をしないってところですね。例えばですよ、その公務員を目指すきっかけを教えてくださいと言われた時にですね、何々市は魅力的でその市のために尽くしたいと思って志望しましたと答えちゃうとですね、それはうちの自治体を志望した理由だよねと。数ある自治体の中でうちの市を志望した理由を聞きたいんじゃなくて、なぜそもそもあなたが公務員を目指すのか、そのきっかけを教えてねって言ってるわけなんですよね。なので、例えば公務員目指すきっかけを教えてくださいねって言われたら、その私は例えば何々検診などを受けることによって、前もって早めにその病気などが見つかって、でそうやって、大事にならなかった経験があるんですよと。でこういった経験があるからこそ、私はその行政の立場から誰もがその生き生きと暮らしていける、生涯健康で暮らしていけるような地域づくりっていうのをやっていきたいと考えるようになったんですとか、ちゃんとこういうですね、質問の意図を、踏まえた上での回答できるようにしなきゃいけないんです。で、ここでですね、その想定質問集作って、それに対する回答を作って、それだけで満足する方はいるんですけれど、それだけじゃなくてですね、面接練習すごい大事です。特にその定番質問に対する決まりきったものをやるだけじゃなくて、変化球の質問練習を何度かできるとグッドってわけです。変化球なので、例えばあなたが答えたことに対して深掘りをしてくるとか、あるいはそのあなたの答えたことに対して定番質問にはないような別の切り口で質問をしてくるっていう、そういうパターンが本番ではよくありますので、できればですね、その公務員のその面接などに慣れてる方に協力してもらって、で定番の質問だけじゃなくて、変化球のその質問されたとしても、いろんなパターンで臨機応変に耐えられるように実際に演習してみるっていうこと、これも大事かなって思います。で、2つ目ですけど、これ原稿丸覚え NG です。この原稿丸覚えした方ってすぐ分かるんですよ。なぜかというと、例えば志望動機言ってください、自己 PR 言ってくださいって言ったら、これだけすごい流暢に話すんですよ。で、じゃあ自己 PR に関する深掘り質問などをした時に、って突然詰まり出したりして、でそうなると、あ、この人いかにも自己 PR 丸暗記してきたなってなっちゃって、面接官としてはちょっと萎えてしまうことがあったりしますので、やっぱりこの文章を丸暗記ではなく、重要ポイントを箇条書きにした上で要点まとめてアドリブで話す練習、これをやってください。これをするとですね、大事なポイントを外すことなく、しっかりとアドリブであなたが回答できるようになるというわけなんですね。で、ここで多少本番噛んじゃったりしても、面接において低評価になってしまうことってもうほぼないと思います。で、例えばその多少カミカミになっても、多少詰まってても、その必死にやっぱりいい回答を作ろうと頑張ってる様子っていうのは、結構面接官の方にも伝わったりとかしますので、でこの丸暗記してバババババって答えちゃうとですね、なんか突然一部だけ早口になったりして、それこそ面接官の方、ちょっとこの方本当はコミュニケーション力があまりないのかなって思っちゃったりとかするんで、もうそうなるぐらいだったら、多少噛んじゃったりしても、必死に考えた回答を振り絞って面接官に伝えた方が絶対にいいわけなんですよ。で、もうここで何より大事なのが、もう一回言いますけど、その重要ポイント箇条書きにするんです。志望動機作るってなったら、公務員のきっかけは何かなって思って、ちゃんと経験などを箇条書きにするんですね。で、そうやって箇条書きにした文を見た上で、頭の中で質問された時にその回答を口に出して、答えるという練習をやっていくわけです。
で、そうするとあのアドリブで自然なあの感じで答えられるようになっていきますので、その文章を全部書いて全部一文字一句間違えず暗記するっていうのは絶対にやめてください。ちゃんとその重要ポイント箇条書きにした上でですね、要点まとめてアドリブで話す練習をする、これを心がけてください。で、3つ目、これめっちゃ大事、めっちゃ大事、特に重要というか、その人気自治体で勝ち残るってなったら他の受験生と差をつけるにはもうここが一番大事。実体験がないと合格は勝ち取れないっていうことです。例えばですよ、その一般的な抽象論を述べても面接官納得しないこと多いんですよ。面接官からするとですね、あなたが今言った答えってただ参考書や予備校で丸暗記したものなんじゃないですかと、それともあなた自身が学んできたものなのか、これしっかり面接官を深掘り質問してチェックします。で、例えばあの私の動画でもこれまでいろいろと模範解答出してるじゃないですか。で、その私が言ってる模範解答をそのまま使っちゃって落ちた方っていうのを何人もいるわけなんです。なぜ落ちたかっていうと、その方はですね、私が述べたその一般論や抽象論、それを丸暗記してその場で一つ目の質問は乗り切ることができたけど、さらなる深掘りの質問された時に私のその模範解答で言った一般論や抽象論だけ覚えることに注力してるんで、深掘りされた時にその方がどんな経験を持ってその答えに行き着いたかっていうことが話せないんですよ。だから落ちちゃったってわけなんです。で、例えばこれ具体例話しますよ。私これまでいろいろと志望動機とかも解説してたわけなんですけど、例えば公務員のきっかけを教えてって言われるじゃないですか。で、公務員のきっかけを教えてって言われた時に、現職で高齢者宅を訪問する中で高齢者が抱える課題などを目の当たりにして、で、市職員の立場として誰もが取り残されない地域を作りたいと思いましたってこう答えるとするじゃないですか。で、そうすると、じゃあ実際にあなたどんな課題目の当たりにしたのって言われた時にうまく答えられない方っていうパターンがいました。で、これやっぱ落ちちゃったんで、こういう深掘り耐えられるようにしないといけない。で、他にもですよ、その公務員と民間の違いを教えてって言われたら、私他の動画でも民間はその短期的に利益を上げてかつ人に役立つものサービス事業を展開すると、で、公務員は長期的に社会の安定を実現していく事業を展開していくよっていう、まあ、こういうことを私も他の動画でも解説してるんですけど、この回答だけを覚えてですね満足しちゃダメなんですよ。特に人気自治体の面接官って、じゃあ実際にあなたがそう実感した出来事ありますかって聞いてきたりするんですよね。そうすると点点点点点ってなって答えられないことが起こっちゃったりっていうのがあるんですね。だから例えばそのちゃんとこれ実体験を持って、私は自分自身の経験を持ってこの答えに行き着いたんだよっていうところまでちゃんと考えた上で答え作らないといけないんですよね。まあ、例えば最近だったら、私今ここを撮影しているところ駅前なんですけれど、コロナ禍によってですね、その地域の、交通事業者の方々ものすごく大打撃受けましたよね。で、その時にですね、やっぱ鉄道会社などはですね、普段はその人々が行きたい方向まで運んでいくというサービスをその展開しているわけなんですけれど、一方でコロナ禍によって打撃が受けて会社の存続が危ういってなった時にですね、やっぱ自治体からその重点的に支援等を受けることによって、地域の足を守るっていう役割を行政は担っています。そういった日頃からニュース新聞記事とかちゃんと読んだ上で、実際にこの答えに行き着いたあなたの実体験っていうところをちゃんと作っておくことが大事ってわけなんですよね。で、こういう志望動機とかも、うちの自治体の志望動機を教えてって言われて、で、例えば A 氏は子育て満足度日本一目指していて、さまざまな子育て支援策を行っていると。で、ママに選ばれる街気づいていて、でそういう施策方針共感を得て志望しましたっていうと、面接官は、実際にうちの自治体を訪れてなんかそう魅力を持ったことあるって、で、あとあなたがその子育て満足度を日本一目指して、で、施策頑張ってるって実感した出来事あるって言われた時に点々点々点々ってなっちゃうと非常にまずいわけなんです。はい、というわけなんですよね。こういった形でですね、ちゃんと志望動機も実体験に伴ったものじゃないとダメ。例えばそのうちの自治体の志望動機を教えてって言われたら、施策に共感しましただけではなくて、この町の地域住民と触れ合う中で温かい市民性実感したんだよとか、あとはまた多様化する市民ニーズに応える公共施設を見て、この町が取り行っているその施策に感銘を受けたんですよとか、なんかこういった実体験などもちゃんと間違えた上で、なぜ数ある自治体の中でこの自治体を選んだかっていう志望動機を実体験を用いて説明するようにしてください。
で、まあ、あとこれ最後ちょっとおまけになるんですけど、例えば多様化する市民ニーズに応える公共施設ってなんだって言った時、私はあの安城市のアンフォーレ、例えばこれがなんか当てはまるかなと思います。あのアンフォーレって、図書館とかホールとかがある、本館がある他にですね、イベントなどが行える広場があったり、であとはその公園があったりするだけじゃなくて、民間を経営することによる駐車場であったり商業施設、スーパーがあったりとかするんですよ。でこうやってその公共施設内にですね、商業施設なども作ることによって、でその商業施設による賃料を実際に公共施設の建物の維持費で賄ったりしている。でさらにそのスーパーなども誘致することによって、例えばですよ、その図書館寄るついでにスーパー寄って、帰るとか、こういった多様な市民ニーズを満たすことができる機能をあの掛け合わせることができるわけなんですね。でそういったあの取り組みを行ったりとかしていると、結果的に市民満足度の向上にも結びつくし、でまた公共施設もその利用者が多くて収益性などがちゃんと担保された建物ができるっていうわけなんですね。はい、というわけです。こんな感じでですね、ちょっとした工夫で他受験生と差をつけることが合格に結びつくっていうのが、本当公務員試験の面接でよくあることなんですね。で、ぜひ今日解説した、この3点ですね、3点、はい、質問の意図を履き違えて回答しないようにすること、原稿丸覚えてのは NG だよ、ちゃんと箇条書きで最適に覚えるようにしてね。であと実体験は必須。これ私の動画とか見て一般的な回答できて満足しないでください。なぜあなたがその回答に行き着いたのかっていう、その過程が説明できるような実体験、それが伴ってないと合格は勝ち取れませんので、ぜひこの3つの視点を踏まえた上で、志望自治体の面接対策をしてほしいなと思います。はい、では今日は以上となります。ありがとうございました。